どうだ、荒北仮面、こんな格好でも職質されないぞ。よう、貧客庶民サイクリストども。童貞悪魔、荒北仮面さんだ。今日は、東京生まれ、東京育ち、東京を愛し、東京に愛された悪魔、この俺様が貴様らを素敵なナイトライドへご案内してやろう。ここは俺様が産声を上げた青山墓地だ。深夜には冥界とつながる東京のダークサイドだ。決して近づくんじゃねえぞ、あの世に送られちまう。青山墓地を抜けると華やかな街、東京ミッドタウンに出ることができる。見てみる。いいじゃない、なかなかやるじゃない。見てみろ、数千人の人々がネオンに誘われ、まるでゴミのようだ。まあ俺様もそのゴミの一つだな。悪魔でいながらこのネオンを見てはしゃいじまった。中庭のイルミネーション会場では恋人たちが愛を語り合ってるんだろうな。身の毛もよだつ光景だ。この付近はクリスマスが近づくにつれもっと渋滞しだすぞ。イルミネーションを楽しみてえんなら11月の今がチャンスだ。東京ミッドタウンを抜けると六本木のメイン通り、恋人たちの待ち合わせ場所アマンドがある六本木交差点、目の前に見えてきたぞ。いいんじゃない、東京の夜景を楽しみながら麻布十番を目指し、あんこたっぷり薄皮サックサク、焦げ目が香ばしい俺様おすすめのたい焼きを紹介してやる。ここだけの話、俺様あんこはあんまり好きじゃねえ。だがここのたい焼きは食える。それはなぜか、めっちゃうまいからだ。いいんじゃない、そしてここが有名な麻布十番。ポンキッキでおなじみの曲、泳げたい焼きくん、聖地巡礼だ。だいぶ昔に麻布十番は再開発で街がきれいになった。そん時に泳げたい焼きくんのモデルとなったたい焼き屋はなくなっちまったが、今も麻布十番には美味しいたい焼き屋健在だ。そしてこの麻布十番はあのセーラームーンの聖地でもある。俺様がガキンチョの頃は女子どもがセーラームーンのモノマネなんかしてたな。いいんじゃない、この麻布十番の有名な広場から2つ目の路地、信号を右折すると今回の目的地、絶品たい焼きを食べることができるなにわ屋が見えてくる。じゃあ行っちゃいまーショータイム。
麻布十番へ帰ってきたついでに美味しいたい焼きを作ろうよ。ここが絶品たい焼きの店、なにわ屋だ。じゃあ、俺様と町宮、チャリンコを店の脇に止めてたい焼き買ってくるぜ。おっす、デコパチ荒北仮面だ。よし、ようやくたい焼き、なにわ屋へ着いた。熱々サクサクの美味しいたい焼きができるまで約20分、店の前で待機する。ちょっと待ってくれ。俺たちがたい焼きの完成を待っている間も次から次へとお客さんが訪れ大盛況。なかなかやるじゃない、なにわ屋さん。いいんじゃない。お、そして町宮がたい焼きを受け取った。それじゃ早速食いに行くぞ。なにわ屋の近くにちょっとしたこんな広場がある。俺たちこのおしゃれな場所でたい焼きを食うことにした。よし、視聴者にもなにわ屋のたい焼き見せてやろう。これがなにわ屋のたい焼きだ。薄皮サクサク、あんこたっぷり、焦げ目が香ばしい絶品たい焼きだ。じゃあ早速いただきマンドリル。寒い冬には熱々のたい焼きなかなかいいんじゃない。ナイトサイクリングで冷え切った体あったまったぜ。いいんじゃない。じゃあここからはしばらく麻布十番の素敵な景色をマルチアングルで楽しんでくれ。最後の一口いただきマンドリル。エリートサイクリスト荒北仮面の東京ナイトライド、楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録もよろしく頼むぞ。それじゃ貴様らのような貧客庶民サイクリストにも良きサイクリングライフ訪れること俺様願ってるぞ。また会おう。さらばだ。